マリア・フランシスカで、アシス・デ・ブラガンサは、ポルトガルの王族、ポルトガル王女。ポルトガル王女アン6世とその日で、スペイン王カルロス4世の娘であるカルロッタ・ジョアキナ、の間の3女で、スペイン王族のモリナ白、カルロスの最初の妻。全名は、マリア・フランシスカ・ダシス・ダ・マテルニダ・デ・シャビエル・デ・パウライ、ダル・カンタラ、アントニア・ジョアキナ、コンザーガ・カルロタ、モーニカ・セニョリーニャ・ソテル・イカイア。 1816年9月4日、母方の叔父で、スペイン王族のモリナ博士クと結婚し、間に3人の息子を設けた。モリナ博は、スペイン国内の保守、伝統派勢力によって正当な王位継承者とされ、1833年には、モリナ博の王位継承を実現させるべく、カルリスタ戦争が始まった。1834年に、亡命先のイギリスで亡くなった。 1838年、森名博は、マリア・フランシスカの長子で、スペイン王子、ペドロ・カルロスの未亡人であるマリア・テルザと再婚した。ウィキメディア・コモンズには、マリア・フランシスカで、アシスでブラガンサに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。